ダイワピアラブです。二頭夢野さんは、ディープステート、イルミナティの、本流の系譜にあった、ということを、お伝えしていきたいと思います。二頭夢野さんの、コラボの顧問は、 ハプテスト協会の奥田智さんでした。奥田智さんのハプテスト協会の師匠が吉田慶太郎さんでした。第二次世界大戦の真っ只中の1941年に 東条秀樹内閣が疎閣しました。東条秀樹首相は、当時、日本政府や、軍上層部、民間企業に多数入り込んでいた、ロックフェラー、ロスチャイルド、ディープステート、 軍産医薬複合体、イルミナティの息のかかった工作員を次々と逮捕していきました。ロックベラー、ロスチャイルド、イルミナティ、ヨーロッパ貴族は、登場内閣打倒を目指して、 エージェントに指示を出しました。その時のエージェントが、ハプテスト協会の吉田啓太郎さん、ヨハンセングループの吉田茂さん、総価学会創設者の牧口常三郎さん、などでした。 吉田慶太郎さんの親の吉田磯吉さんは九州中のヤクザをまとめていた親分でした。吉田磯吉さんの部下の組長のそのまた部下の組長が駆動会の創設者の駆動 源氏さんでした。えー、そしてね、えー、工藤会の、えー、野村悟会長の、えー、親戚がですね、立憲民主党の政治家で、えー、部落解放同盟のドンのね、えー、方でした。 えー、そういったね、えー、この流れもあってですね、2、え、等、ー、夢野さんのこの、えー、支えている中枢にはね、このブラック解放同盟の関係者も多くいるということなんですよ。うん。同、え、和、ー、の関係者もね、2等夢野さんを支えているということです。えー、このように、 二頭夢野さんは、イルミナティの本流の流れを受け継いでいる人物であるということなのです。えー、またね、2頭夢野さんと、えー、北朝鮮のね、この親密な、えー、関係についても、えー、取り立たされているんですが、 えー、この北朝鮮というね、この国を作ったのもイルミナティなんですよね。うん。なので、もうこの北朝鮮との関係が深いっていうのはもうイルミナティですよ、これはね。うん、ここからもわかるわけです。ご視聴いただきありがとうございました。